はい、今日は久々に旅さん、久しぶりに対決やりますか。はい、投げようと思って投げてるのもダメなんですよ、限界なんですよ。もうあいつには調子に乗らせてる。
分の微妙な差なんです。まあこういうコンディションは、こういうのは無理だ。非常に無理。お、ナイスアブです。いいよ、高木さん。いや、どうぞ。ちゃんと2マーク負けてます。やめて、うわーやめて、今のラッキーでした。今のラッキーでした。3マークさ、あるんですから。ガーターファール。誰の可能性？誰から入るの？
ガーターファールってもありますからね。ファールフレンド。わかんないですよ。はい。お見事です。なんで試合の時出ないんだ。これは今日新井選手に勝つ可能性が出てきた。数の少ない方が勝ちですよね。そうそう、新ルール、新ルール。そうそうそう、これストライクも多い方が負けなんですよ。最初のボールです。今日はどうでした？今日はこのおかげで、はい、これでしたね。ありがとうございます。なんですかそれ、ブランズイックですか？ブランズイックボールのことだな。ブランズイックまためちゃくちゃブランズイックこれストームじゃないですか？ストームですか？やっぱりストームいいですか？ストームいいですか？えストーム新井さんの方がいいんですか？なんか今日のユニフォームがなんかストームみたいじゃないですか？犬がいっぱいついててワンワンって書いてますよ。ワンワンって書いてますよ。ワンワンって。え？なんとか、なんか別の、なんとかフレンドって書いてますね。その可愛い犬が待ってるから早く帰らない。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。参りました、今日は。おめでとうございます。
また皆さん、はい、面白かったらやりましょう。またヒゲボンボ田口さんと対戦したい人いましたら、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。